気になる部位がなかなか変わらん。朝からお腹が張った状態。食後はお腹が出やすいし、スマホ見ながら気づいたらこんな姿勢。腹筋頑張るけどお腹がへこまん。間違った腹筋方法をやってしまうとお腹が出てしまう可能性があるんです。じゃあ何をすればいいのか。お腹が出にくくなる姿勢をまず作る。お腹が出にくくなる腹筋群を鍛える。この二つをしなければいけません。一緒にやっていきましょう。足を少し曲げたままでゆっくり下ろして、床触ったらまた曲げましょう。ちゃんとできてるかなってわからない方もですね、やっていくうちに上手になっていきます。上手になると力もそれなりについてきてるんで、まずはね、真似しながら最後までね、部位を使っていくことが大切です。オッケー。今度は足を伸ばして、ちょっと足を浮かせて体も持ち上げます。これ結構辛いんで3秒ずつとかに分けてもいいです。いきましょう。スタート。疲れたらね、寝ましょう。マイペースでいいですからね。人それぞれね、レベルが違うんで、できなくてもね、自分を責めないでください。頑張っていけばね、できていきます。頑張りすぎてもダメなんで、自分のペースでいいです。次は体幹です。上下横使っていきます。まずは肘を肩の下について、足肩幅、膝ついたままね、体を持ち上げていきましょう。あと、これでも辛い人はね、休んでください。休みながらでいいです。休みながらしないとできないメニューってことは、ちょっとレベルのね、高いメニューをしているって話なので、効果的ではありますので、休みながらでもやった方がいいです。 OK。 次は上向きです。足と肘で体を持ち上げておきましょう。スタート。これもね、たまに休憩してください。肩がね、だるくなったりしますので、休みながらでいいです。もちろんできる人はね、ずっとキープしてください。少しです。よーし、 OK。 両膝を閉じて抱えた状態で腰を丸めてキープしましょう。あと、まず腰が硬いと腹筋が強くてもお腹に力が入りません。腰が反る力が強いからです。まずは腰を丸めるっていうことをしていきましょう。そうするとスムーズに腰が丸くなってお腹に力が入ります。はい、 OK。今度は膝を曲げて肘をつきます。肩の下ぐらいに肘をついてもらうと腰に隙間が空くと思います。この腰の隙間をペタッ、はい、ペタッって埋める感じです。これでお腹に力が入ります。息止めないようにいきましょう。スタート。これが立っている時の反り腰が解消された胴体の部分です。腰を丸める練習です。できれば体がね、全体的に丸くなるんじゃなくて、腰の部分だけを動かす感じ。OK。 腰をつける状態を作って足を5回タッチです。いきます。スタート。OK です。手足万歳したら縮みます。
息吐きながら5回いきましょう。OK です。それでは次は立って行います。まずはスクワットなんですが、足肩幅にしてちょっと膝を曲げたら伸ばしながらお辞儀です。ちょっと曲げたらお辞儀いきましょう。スタート。これで前のもも後ろのももっていう感じで使ってます。あんまりかがむとね結構辛いんで、自分のねレベルに合わせて行ってください。しっかり下へ下をねしっかりしゃがんで、まだ辛い人はね少しでいいです。OK。 同じ位置ばかりを使ってないので太くなることはないんで安心してください。代謝が逆に上がって痩せます。今度はランジなんですが、こうやってやり続けると結構辛いんで、このまま前体重後ろ体重っていう風に動きながら太ももの前と後ろを使っていきます。いきましょう。体重乗せる、こっちに体重乗せるっていう感じで、これはねうまくねもも裏をね使えてるんで、普通のランジよりもねおすすめです。辛いのができないよって方にはぴったりです。 OK。 反対も一緒です。いきましょう。スタート。あまりかがむと結構辛いけど、こうやって体重乗せるだけなら結構できますよね。でもこれ体重乗せるの結構負荷なの、実はね思いのほかあるんで、楽なようで実はね効いてるんですね。楽しくね鍛える方が続きますからね。 OK です。今まで1500回以上投稿して動画を載せた中で、誰にも伝えてないメニューで仕上げてます。体を変えるための本質、根本から改善するメニューを厳選した本になっていますので、10代から80代の男性と女性、幅広い方に手に取っていただいて、体型や痛みの悩みを少しでも減らしてもらって、人生をこれからも楽しく過ごしていただきたいです。本に載せているメニューというのは本当に特別なメニューになってます。ご予約開始してますんで、よかったら手に取ってもらって、健康的な体の状態、1日14秒でいいので運動習慣にしてもらって、これからも楽しく長生きしてください。